罪に巻き込まれた件数、人数が発表されたんですね。それがね、こちら1652人、これは、ね、過去最多なんです。はい、でね、これ1日に計算すると1日におよそ5人がね犯罪に巻き込まれているという、そういう現状なんです。